こんにちは、北沢コレクションの北沢浩二です。今日はですね、こちらの書籍カーグラフィック創刊第2号の復刻版、こちらを紹介してみたいと思います。まあ、こちらもですね、当時のオリジナルのものではなくて、まあ、カーグラフィック2017年5月号の別冊付録として出版されたものになります。この号はですね、創刊号はメルセデス・ベンツの特集だったんですけど、創刊2号目はジャガーの特集になっています。関東はですね、このジャガー E タイプロードスター、こちらのテストですよね。まあ、でも本当に当時この1962年でこういう、世界有数のスポーツカーのテストをこうやって行うっていうのは、やっぱり当時の日本としては非常に画期的な出来事だったのではないかと思います。すごいですよこれ。ジャガー、マーク10が新車解説でマーク10ですかね。すごい。あ、これパーティションがついてんだこれ。すごいな。マーク2だったりとか、当時のラインナップですね、 E クラス、マーク10とかそういうのもあります。ここはもうジャガーの歴史のところだったり、あとまたこのオーナーですよね。またこれはすごい。三國連太郎さんとか、浅岡幸治さんとかですね、芸能人の方々とか、もうそういう方々が登場してるっていう。すごいな。ちょっと今ではあんま考えられないですよね、こういう、出てくるっていうのは。ということで、ずっとそこ、あとはそのル・マンの歴史とかですね、こういうのもありますし、本当にやっぱりここまでかな。これやっぱ半分近くですね、ジャガーの特集で行っているというのが特徴ですね。ここからは通常の記事になってくるんですけど、クライスラー、ガスタービン車、すごいね、時代を感じますね、これ。新車の解説でスズライトフロンテ360っていう、これもすごい。トヨペットコロナとかですね。もうなんかここの辺はちょっと、あとこれの記事は面白いですね。ヨーロッパのガソリンスタンドのリポートとか、あと個人的にこれ聞いた、郊外を走ろうっていうこれすごいですね。こんなもう未舗装路がいっぱいあって、昔の日本ってやっぱこういう感じだったんだなっていうのは、なかなかないですよね、こういう道。なかなか面白い記事。こういう、なかなか面白い記事がいっぱいあるんですけども。これもですね、自動車常識講座。ボディタイプの呼び名とかですね。こういうのが解説されてるタイプ。なかなか面白いですよね、こういうの。ということで、今回はカーグラフィックの創刊2号目をご紹介しました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。